ました。ここもともとがそうだったんで、セブンなんで。やべ、ゲップが出てきた。腹減りすぎて。そう腹減ってる俺。塗装なら頭金なし、月々定額で新車に乗れます。社会に出たらマイカーリース、車検、税金、メンテナンス全部コスモにお任せ。結婚したら、家族が増えたらマイカーリース。夢か。そんなコスモのマイカーリース、一生新車になろう。そうさん見切り発車しようがちょっとここの信号騙された。誰もが食べ慣れた焼きそば麺をフライパン1個で調理したこちらは簡単焼きそば天津麺。果たしてその味は。麺の食感めちゃくちゃ美味しいです。
マジでうめえ。びっくりしたね、これ。普段食べ慣れた焼きそばの麺のはずなのに全然食感が違うからちょっとびっくりします。なんか違うもん食べてるみたいよね、焼きそばっていうよりね。これぐらいやっぱ麺を伸ばした方がいいですね。そうですね、やっぱり炒めるご飯で何食べようか、言って皆さんよくご飯は炒めると思うんですけど、炒める麺で焼きそばなのに焼く人少ないんですよ。なんとは捨てガスが飛ぶんですよ。あ、一番の最後あれか、カッパでしたよ。そうめんは鶏もも肉、塩、オリーブオイル、水、なんとこれだけ。これだけ？これだけ？ですよ。たったこれだけで本当に美味しくなるのか。マジで？まずは具材となる蒸し鶏作り。鶏のもも肉をこのフライパンで蒸していきます。結構なんか。他に水 100cc と小さじ1/2の塩を入れ加熱していくのだが、ここにポイントがあるでって出た、絶対出た、すごい出た、これ言わなきゃいけない呪いにかかってた。ポイントは塩の入れ方。塩すら美味しくなってるんだけど、ちょっとお水の方塩すら美味しくて、そういう味でしょ。お水の方に塩味をつけて、それで身の方から塩味が鶏に馴染む。僕も食べよう。パクわ。肉にかけると味にばらつきが出てしまうのだが、水に塩を溶かすことで肉全体にまんべんなく塩味がつくんだそう。水が沸騰したら蓋をして弱火で10分蒸し焼きにするだけ。そして10分後、火を止めます。で、このままブラッシュ、同じ10分間。このように、何？何になりきるの？犬いないでしょ、ここに。どこに？うるさい、うるさい。オリンピックでも最大のポイントは鶏肉を蒸して出た旨味の出す